お、人違いです。まだ何も言ってないんだけど。違うんだ、ちさ。あれはお前の魅力を引き出すためで、つまり可愛いちさを見せたいという。うん、もういいわ。え、許してくれるのか。貸しにしとく。マジか、ありがとうちさ。お礼に今度もうちょい色気のある下着買ってやるからな。せっかく許してもらったのに。というか見るところは見てたんだな、このスケベーめ。ちさ、もしかしてすんげー怒ってます？いただきます。ごちそうさまでした。2リットルくらいいけやがった。根性見せたな。さすがよりだ。